始めます。デトロイトビカムヒューマン好きなんで、この会社さんのねゲームをやりたいっていうのがまあ私の当初の目標といいますか、それでデトロイトビカムヒューマンは動画にしてませんけど、ヘビーレインってやって、次がビヨンドです。これでいいのかな、難易度とか設定できませんか。私イージーしかできないんですけど。いや、オリジナルで。ん？ソロデュオソロ、え？何これ、え？いや、ぼっちだからソロで。ん？接続済み？え？どういうこと？いや、いいんだよな。カジュアル、カジュアル。はい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 。怖えよ。これもなんかさ、ホラーゲームって。私は不思議な力を持って生まれた。ホラーゲームってタグついてた。怖い。普通の人が見えないものを見ることができる力。はい。すべてが入り乱れる。映像、音、匂い。忘れてはいけない。これまでに起こったことのすべてを。そして自分自身を。まずはこの場所から物語を始めよう。物語を始めよう。ワクワクするけど怖いんだよな。あんな偏僻なところの道端に一人、事故に遭ったの？それとも誰かに乱暴された？名前は？あと連絡先は？家族がいるだろう。友達は？君の身元がわかる人だよ。いや。おしゃべりは嫌いかい？無視。全部無視。これじゃ力を貸せないよ。いい人じゃんこの人。それとも記憶が混濁してる？ね、難易度の設定なかったんですけど。それは傷。あ、カジュアルでいいのか。最近のもの？ポルターガイスト。止めるんだ。相手が誰だか分かっているのか？私が着くまで待てと伝えろ。まったく今すぐあいつらに連絡をつけろ。何としても止めるんだ。この間抜けどもめ。あ、全然話分かんない。何兵装来る。私が飲み込めませんけど。おい、これは何の騒ぎ。保護した女はどこだ。あ、どっかから脱走してきたの、あの子。こっからあの脱走パートとかじゃないよね。やだ、死んでも。狙われてんじゃん。しかもこんなザワザワしてたら気づくよな、女の子。ああ、いない。脱走済み。あの女の子やった？
種能力でもあんのかな。実験とか研究されてて特殊能力に目覚めて脱走。あ、この人は無事だ、よかった。ジョーディ何をした。ジョーディって私。どないなっとんねん。実験？あ、これ丸っていいのかな？え？え？ジョディか？ああ、そこにいたのか。え、かわいい子供部屋。元気？楽しんでいるところ悪いんだけれど、でもね、そろそろ時間だよ。また移動に、あ、でも移動はいちいちやんなくてもよくなってる。これは、あの、右のグリグリは視界。ん？ほら、ジョディ、後でたくさん遊べるだろう。気が進まねえな。ついてくと思った？ついてかないんですよ。え、トトロ、トトロ。あとできることないしな。大丈夫？この辺探索とかいらない？あ、ホールド？ああ、バツで見ると。あ、でも一回見たら見れなくなってる。え？他には？このアメコミ感あるアニメいいな。え、続き普通に気になる。鳥？多分見てたら怒られるんだろうな。ジョディ早く。ごめん、アニメあれちょ録画しといてよ、あれ気になるから。しゃあね、アシルバニア。いや、ジョディ今日は元気かな。あ、超能力テスト。あの白いあれが出たらこれをかぶるんだよ。右のグリグリね。王冠みたいに。おお、こうしてほらお姫様みたいだ。ご機嫌を取っとるの。大丈夫、何も心配いらないよ。私は隣の部屋にいるからね。うさんくさいなこのおじさん。穏やかな喋り方をするメガネには気をつけろって言われてるから、家訓だから。ジョディ聞こえるかい。肩をすくめる。よし始めよう。隣の部屋のキャサリンは君と同じカードを持っている。彼女が1枚選ぶからどのカードを持っているか当ててみるんだよ。できるかいジョディ。反抗的な態度で言っとこう。よし、オーケー、やってみよう。だってうさんくさいもんこの人たち。1枚目。ん？三角？あ、え？千里眼？移動？移動？欲しい。え？星を持っとるのおばさん。え、なんだこれ。星星。え？ああ、選べる選べる。
そのえ、間違った方がいいかな。なんか力あるのバレるの嫌じゃない？でも終わんない可能性、あれ星だったよね。次のカード。え、まあ、チュートリアルよな。はい、力を使う。あれ、ジョディがいる。あ、ジョディの後方彼氏がなんか力使ってんのかな。やっぱこれ一回やったら操作のあれが出ない。つら。近くね。ロん、あっち向ける、あっち向ける。被験者の心拍数が毎分45に低下しました。うん。シータ波は 4.5 ヘルツに上昇しているようです。しかも室温が10度も低下しています。ゴールド？なになに？おお、感じます？ああ、温度が下がった。あ、いるな。あ、話して大丈夫だ。え、あ、操作がやっぱ独特やな。後方彼氏が幽霊って展開？どのカードかわかる？あ、ホールド。あ、ちょ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 、こっちよ、こっち。こっちで、この人にちょっかいをかけたい。ホールド？あ、話す。っていうのが後方彼氏？後方彼氏乗り移ってんのか。うろ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 入れないね。できることはないかな。あれかな、話しかけたらあのやべ、こいつ乗り移ってんなとかわかるかな。おい、ブレイク。あ、大丈夫かい。触られると解放されてしまう？なんでもない。ん？え、もういいです。帰るか。あ、ほんと。独特だな。エイデン、お願いだから言って。ヤシマさん？ヤシマさん？ジョディ、ヤシマさん？え、はい。なるほどね。いや、次のか。操作むず。だって、前はさ、操作？チュートリアル出し、あ、時間経つと出してくれる。で、三角で力解放。で、おば、あ、ここに、エイデンだっけ？移動するっていう感じ？なみなみね。いや、もうできることないよな。もう結構遊んだもんな。この紫のは、絆的な？ん？別の部屋だってば。カードを見せて。見たよ。波平だよ、波平。もういっか。波平。まあ、波平よりは毛の数が多いな。他のことを試そう。別の部屋の机に積み木が置いてあるんだ。はい。それを倒してみせてくれる？別の部屋に積み木なんてあった？はいはいはい。ホールド。うん。あっ。びっくりするよな。
イ。ごめんね、ごめんね、びっくりしたね。ああ、この青い印が出ると力を使える対象みたいな。ぺ。かわいそうだな、このおばさん。ごめんって。あ、ちょっと待って。おばさんになんかできないか。あ、おばさんには何もできない。ああ、この書類を。実験はもう終わりだ。開かない。鍵がかかってる。あと何で。ちょっと待って。すげえ、やばい。ごめん。実験はおしまいだ。もうやめさせなさい。やばい、行かないで。ごめん、ごめん。出てきたね、エディ、やめて。ごめん、遊びすぎたね。ごめん、ごめんって。怖かったね。そりゃ怖えよな。あ、泣いてる。あ、ごめんね、泣かせるつもりはなかったんだよ。ちょっと、ちょっと遊んだだけだよ。終わったんだよ。あ、ハグされると安心するね。ごめんって。終わりなんて来ない。仲良くしようよ。めっちゃ笑っちゃった。おばちゃんお漏らししてないかな、大丈夫かな。シュワホカホカってなっちゃうよな。まあ私もあんな状況になったらシャレにならないけどな。お化け怖いもん。あ、ん？プレイしていない。キャサリンに危害を加えなかった。あなたのルート？じゃあ分かんない分かんない。大使館。今のところまだ怖い要素はないから大丈夫。え？ジョディ？誰？隣。ゲスト、ドレス。あ、可愛いよ。このドレス最悪。他の服着てくればよかった。ドレスは完璧だし綺麗だよ。こっち見て言えよ。シャイ。みんなに見られてるみたい。気のせいじゃなくてみんな見てるんだよ。ああ。重要なのは自然な振る舞い。話しかけられたら笑顔だぞ。ミキシンさんか。自然に振る舞ってほしいのに私が笑顔。珍しく冗談か。死ぬほど緊張してるの。ライアン、よく来てくれたね。こちらこそ光栄です。僕の新しいアシスタントです、エリザベス。しかしアメリカの外交術はいつからこんなに有効的になったのかね。はじめまして、エリザベス。あ、偽名だ。皆さん、お邪魔いたしました。ぎこちない。また後ほど。そうだな、ライアン。工作員か、なんか嫌われてる。俺を殺したくてたまらないのさ。君は気に入られたな。それは感激。え、ライアン何者？挨拶をしてくる。その間に静かな場所だ。分かってるな。静かな場所。ああ、大使、静か、一人にしないで。え、静かな場所を探そう。静かな場所、多分向こうはいけないよな。静かな場所？静かな場所？どこ静かな？あ、向こう行ける？前通って大丈夫？大丈夫。クレイトン？誰クレイトン？うん。うん、大丈夫。あ、ただクレイトンってんだ。エイデンが緊張してるけど。大丈夫、平気。気をつけろ。うんうんうん。あはんはんはん。いけるかな。こっちお手洗い？あ、お手洗いじゃない。あ、これお手洗いでは？
や、ちょ、あー、左がレディースか。え、右行ったらどうなる？女性に見せかけてメンズなんですみたいな。入れる？そうだよな、そうだよな。でも私は女装男子好きだぞ。はい。あ、見られた。マシェマーナ、お色の、いや、ドレスかわいいよ。いや、似合ってる似合ってる。あ、背中がっつり開いてる。何喋ってんだ、アラブ。髪型気にしてる。こんにちは。話しかけれない。これなんかないか。ないな。入るか。座る。落ち着いて落ち着いて、緊張してるね。フラン、何すんの？遠距離で殺す？準備はいい、はい、上の階の部屋に大きな絵がかかってる。はいはいはい。金庫はその裏。私たちが探している資料はその中。でもガードもいるし、カメラもあるから気をつけて。上の階、上の階、上の階行ける？上の階行けないな。まあ、とりあえず進むか。急いで。え、上の階、離れすぎると体のあちこちが痛い。ごめん、急げばいいのね。ここか。オフィス、肖像画がある。うんうん。ここだ。あー、プン。どこかにスイッチがあるはず。絵を動かすための。スイッチ、スイッチ。探して、エイデン。じゃない？見てない見てない。あ、見方見方。何何何。ハサン、اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالا. 何何何。あ、カメラがある。ガードが来る。何も動かさないように気をつけて。わかった。黙ってればいいのね。ああ。أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. 何喋ってんの？あ、何も動かしちゃいけないってこと？他の方法。え？ああ。ここだ。エイデン、分かってるよ。分かってない。やば。え、先にガードの気をそらさないと。ああ、なるほど。ああ、はあはあはあ。どう？オッケーオッケー。これでオフィスは誰にも見られてないはず。大丈夫。ごめんね、無理させてごめんね。帰ろ帰ろ。はい。立派な部屋。あ、そこだ。あそこやな。はい。オッケー。
ん？何すんの？わ、合ってる私。合ってる合ってる。さあ、そっと金庫を開けてみて。そっと、そっと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 。よし。よし。資料読まないと。急いでね。そろそろ限界だから。書いてる。はい、間違った、ごめん。まるね、ゆっくり落ち着いて。あっ、次は頑張って、ジョディ頑張るから。あっ、大丈夫大丈夫。ハルミナハデンウナクアラジャーالخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراحة السيدات جوشي توري に入ってんじゃない ふざけんなよバカ野郎ってこと仲間仲間あ仲間って合ってます仲間だよねあごめんなさい今は何もしてあげられないの。うん。いや、仲間ならいいです。頑張って。連打かな？あ、ホール、あ、ちょ、連打だね。はい、オッケーオッケー。ドクドクしてたら連打。大丈夫、ジョディ。はい。ちょっとね、具合悪くなっちゃったんだよね、人が多くて。ちょっとあれか、気分を水、顔洗う？あ、でも化粧落ちちゃうか。化粧落ちちゃうよ。あ、大丈夫大丈夫。ウォータープルーフかな。え、ウォータープルーフにしてはちょっとやべえよな。あとはあとはあとできることはないかな。あとなんか丸出てないもんね。大丈夫？うん。あ、ここ閉めとかなくて大丈夫？あ、特にやれることはないか。え？これで、いや、出て大丈夫。ここも特に。何もなかったよな。多分長くいったらやべえだろ。あ、タオルで顔拭く？分かって分かってるよ。いや、特にできることないな。あー、しんどいね。しんどいね。お疲れさん。触らないで。もう行こう。あ、行こうか。ね、怪しまれてる？華麗なる任務。あ、任務を遂行した。シークを使わずに遂行。シークって何？あとは、あ、え、エイデンのみで遂行。え、ちょ、もうわかんない。パチか。あ、あ、時系列を表してんのかな？これは、あ、うん、戻ってる。本当に平気？
やっぱりやめようよ。ジョディ、あんなにおねだりしていたのに気が変わったのか？知り合いだっていないし、嫌われるかもしれない。パーティー？はあ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 。それに、こんなドレスじゃ。ねえ、帰ろ。深呼吸して、心配はいらないよ。ただの誕生パーティーだ。みんなお前を気に入るよ。友達だってできるかもしれないぞ。うわ、憂鬱だな。だって知らない人がさ、大勢いて陽キャのパーティーでしょ。嫌なんだけど。忘れずに。これはポーの刺繍だよ。ポー。とても古くて貴重なものだ。きっと喜ぶ。ポー。大丈夫。でもおじさん趣味じゃない？なんかぬいぐるみとかさ。楽しめよ。ああ、やだ。やだ。陽キャ怖い。知り合いいないって言うけど、主催の誕生日のことはお知り合い？ああ、見回れないか。こっちとかなんかある？いや、探索しちゃうんだよな。なんか力使えたりするかな？いや、特にないな。とりあえず力使うときは三角。覚えた。ピンポーン。ニシンの場合嫌いなのよね。ジョディ、入って。どう？クリステ、いるの？ママ出かけるわよ。さあ、ジョディ、入って。はい。ジョディだっけ？リビングに行こう。もう友達が来てるわ。男子もね。それプレゼント？わあ、ありがとう。絶対ポーの刺繍いらんやん。クリステン、くれぐれもバカな真似はしないようにね。はい、ママわかってる。え、でもクリステンだっけ？やっといなくなった。ねえみんな、この子はジョディ。ママと一緒にユニット4にいるの。ユニット4？あ、そういうこと？症状現象部門の。何してるの？スプーン曲げとか幽霊と交信したりとか。違う。よし、パーティー始めよう。私ビール取ってくる。男子はシャッター閉めて、女子はキャンドル。ジョディ、あなたは音楽かけてきて。さあ、はじけよ。大丈夫、楽しめるかな。音楽、音楽、音楽。話しかけれたりはしない。これでいいのかな。ちょちょちょ、分かってる分かってる。ロックがいい。いいかな。やっぱロックっしょ、盛り上がんな。え？どいて。え、なんでなんで？今の曲かけてよ。超ノリノリの。はぁ、あ、おめえロックはいずれガンに効くようになるんだぞ、バーカーやら。1週間もベッドの下に隠してた。何すんの？あ、ごめんごめん、邪魔。うちのママ、私の部屋にも入らないし、完璧無関心。クリステン、お前最高。え、ぬるいんじゃない？ジョディ、飲む？いや、飲んどっか。うん、ええ、もらう。あ、でもお酒飲んで大丈夫かな。ちょっと何むせてんの。きっと初めてなんでしょ。飲んだことあるよ。無理しなくていいよ。 そうだろうね。うわ、いやいや、こいつら嫌や。いや、これ以上飲むの危なくない？あ、なんだろうこれ、椅子？あ、座る。ん？踊っとく、踊っとく。空気、空気を読んでこう。あ、え、でもみんないなくなった。え？
に囲まれて踊るのやば。はい、やめとくいやでもいけてたよ、ステップいけてた。メンズと話すか。いやメンズと話すな。え、受け取らない。いいや、マリファナとかじゃない。いや絶対マリファナだろ、やべって。いやマリファナとかわかんないけど、お母さん帰ってきたら匂いでわかんじゃないの。いやビールは飲まない。あ、気負った、イケメン気負った。いや僕はマット、ジョディだよね。マッツ、学校で見かけないけど、基地で授業受けてないの。アジョク、別のプログラムをマンツーマンで受けてるの。でもつまんないな同年代のことも会えないしクリステンのお母さんと知り合いなの。アジョクしとこう、ね。彼女のお母さんが同じ部署にいて、同い年の子と一緒に遊んでみたらって言ってくれて、それで今日来たの僕はロンドンに住んでたんだ、ここに来る2年前まで。いい、君はどこに住んでたの。いや本当のことは言わん。ニューヨーク。へえ、ニューヨークか、いいね。いいね、一度行ったけど最高だった。趣味は何？どんなことが好きなの？趣味？え、ゲーム？僕はサーフィンやるんだ。お、友達とバンドもやってる。おお、陽キャ。ここは。君は何が好き？陽キャ、よ、いや、つまんないやつに聞こえるけど、本を読んだりとか、それにスポーツも。何すんのスポーツ？でも私、基地を出られないから、やれることも少なくて。あのさ、聞いてもいいかな。なんや？なんでユニット4に。いや、ほんと、え、言ってみるか。私には特殊な力が、霊体とつながってて。あ、そこまで言っちゃう。霊体って、幽霊とかそういうこと？馬鹿げてるかな、知れないけど、そのなんていうか、マットは目に見えない存在が一緒にいるの。マットは優しい人だから大丈夫。それって今もここにいるの。冗談とか。冗談だよ冗談おい、本気にしちゃうだろ。っていうか頭が変なのかと思ったよ。あ、コムルクあるぞ。バラードだ。あの、踊らない？え、オッケー、いいよ。帰ったらゆっくり休めるから、今は空気感を大事にしよう。マットはきっといい人で、おう、いいね、いいね。あ、でもマットと仲良くしてたら誰か怒んない？えい、えい、お、左右だな。あ、そっか、バラードだから。あのさ、はい、よく言われるだろうけど、すごく可愛いね。Thank you, thank you。 え、褒める？そっちこそ割とかっこいい褒められたら褒め返そう。君は他のことは違う、特別な感じがするえ、褒めとく？あなたも特別だと思う。あ、でもあんまりいい感じになりすぎると、やっか、おー、ケツ、あっさ、抱きしめとっか。あー、いや、こういう青春もいいんじゃないかな、たまには。いや、キスはちょっとやめとこう。やべ、陰キャな部分が出た、ごめん。ちょ、キスまでは。踊ってくれてありがとう、でも悪いけど、キスしとく。あー、ひよってしまうんだよな。
キスってなると